市田忠義君、えー、日本共産党の市田忠義です。えー、今日は、えー、気候変動危機やコロナ帰化での自然公園のあり方についてお聞きしたいと思います。で、コロナ帰化での自然公園の今後のス施策のあり方については、森林破壊の防止、あるいは土地利用の転換の抑制、生態系の保護など、まあ自然と共生した。 いわゆるグリーンリカバリーですね、環境に配慮した回復、この立場で取り組む必要があると思います。で新型コロナウイルス感染症拡大による国立公園などにおける影響が今、どうなっているか、インバウンド、宿泊、施設休業などの状況を簡潔に説明してください。鳥自然環境局長 お答えいたします、えー、国立公園の訪日外国人利用者数につきましては2019年約667万人に対しまして2020年は約93万人と推計されてございますまた国立公園内の延べ宿泊者数について国内国外合わせて 2019年、約3744万人に対しまして、2020年は約2102万人と、前年比43.9%減少してございます。なお、施設の休廃業の状況につきましては、コロナ前後の比較ではないありませんが、平成30年度から国立公園の宿舎事業の休廃業の実態調査を進めているところであり、これにつきましては現在、取りまとめ中でございます市田君。 まあ今お話があったように、まあ、国内海外との大変な観光客の減り方であります、えー、環境省の満喫プロジェクトでの廃屋の解体撤去実績、まあ、直轄事業として赤んマ州補助事業として三陸復興十和田八幡平などとなってますで特に直近では、えー、昨年10月ですね十和田八幡平安宮地区にある旧十和田観光ホテル これは国費で解体をしたい今後資料の公募を行おうとしてますがこの経緯と解体費用について簡潔に説明してください鳥居局長え議員御指摘の安み地区は戸和田八幡台国立公園の利用拠点でございます近年事業を廃止したホテル等が目立ち環境省 戸和田市地域の民間事業者など地元関係者が一体となって面的な将来像を協議いたしまして令和元年度から地区の再生に向けた事業を実施しているところでございますその中で特に旧十和田観光ホテルは環境省の所管地かつ当地区の中心地に当たりまし,りまして廃屋化によって景観を一し区阻害してございますまた長期間の放置により安全管理上も問題となっていることから 管理者は問題となってございますが、管理者はすでに破産し、今後も撤去される見込みがない状態でございます。このため、地元関係者との協議並びに民事訴訟等の必要な手続きを経て、昨年から当該地区の再生事業の一環として、環境省が撤去を進めてございます。解体工事の事のの業費費約億円の見込みとなっております市田君、まあ、国費を 高億4千万も投入して解体をすると、今年2月の中京線のあ中間中間線の投資の中で廃屋の撤去とその場所への新たな投資が盛り込まれていますが、まあコロナ危機の後で新たな負の遺産となり景観を破壊することのないようにすべきだということを指摘しておきたいと思います。で私はあの今から3年前2018年3月の党委員会で 東、えー、和田八幡平公立公園安宮地区の廃屋解体問題を取り上げました、えー、私は廃屋の解体撤去自体は地域の強い要望でもあり当然だというふうに思いますでただ安宮地区全体で環境省との土地使用許,許可件数が56件うち有償が49件ありますでこのうち今でも許可を有している廃屋が5件ですが 許可が執行して業者が不法に占拠し、ているる件あるでこの徴収できない不良債権は当時、万円に上っていましたでこういう事態になったのは、国有地のずさんな管理があったと、でその反省と改善がないまま、廃屋解体に国費を投入するというのは到、到底国民の理解は得られないじゃないかと、まあ、こうただしました。 で当時の中川正治環境大臣は、私の指摘に対して、こう答えられましたえ、チェックが非常に甘かったという今の指摘、まさにその通りでございます、えー、これから厳しいチェックというものが必要だと、まあ、非常に率直な反省の弁を述べられました、でその後、3年ほどが経過しましたが、こういう事態は改善したんでしょうか。道理局長 はい、えー、3年前にです、ねえー、議員からのご質問に対して、えー、当時6780万円の,、まあ、あの不良債権と言いますか。 負債があるということでございますけど、これ現在ですね。五千四百八十八万円でございまして、ね、約一千三百万円は回収をさせていただいたということでございます。ただ、あまだまだ十分ではございません。ので引き続き回収の努力をしなきゃいけないと思いますし。もともと、こういうふうに廃屋化する前にですね。手当てをしていくことが必要というふうに思っておりますので、できる限りのことをやっていきたいというふうに思っております。市田君。まあ、あの お未就債権額が1,300万円ほど減ったと言われましたけど廃屋は5件ほど増えてるんですねしかもあの旧東和田観光ホテルの解体に先ほど言ったように5億4,000万もお金を使っているわけですからこれ重大だと思うんです。で全国の状況についても少し確認しておきたいと思うんですが集団施設地区等の国立公園内における環境省所管地の 貸付使用許可件数、そしてその土地使用許可にかかる廃用件数、これは国立公園ごとに別にどうなっているかお答えください鳥居局長議員からご質問になりました、集団施設等の国立公園内における環境省所管地の貸付使用許可件数でございますけれども、おー今年し3月現在、約600件という数字になってございます。 でそのうち民間事業者による営業活動が行われておらず、実態として休廃業しており、かつ廃屋化していると現場で確認されているものは23件ございます。打ち上げを申し上げますと、阿寒・真州国立公園で1件、大雪山国立公園1件、四骨東屋1件、十和田八幡平は16件、これは先ほどもの旧十和田観光ホテルを含みます。磐梯朝日1件、上信越高原1件、 1> 雲前天草1県、阿蘇くじゅ国立公園1軒でございます市田君さらに私は、あの青森県や太田市等が連携して、土地使用者がこう廃業する前には何らかの手立てを講じるべきではなかったのかと、あるいは地方環境事務所や、本省の担当局の、担当部局の管理,管理の責任を負うように、改善を図ることを提案をいたしました。 で当時の亀沢自然環境局長はこうお答えになりました。まあ、環境省として回収不能になる前に経営状態につきましてアドバイスするとかそういう状態に立ち入らないような努力してまいりたいと、まあ、そういう答弁をされました。これも3年ほど経過しましたがこういう事態は要するに廃業とかになるまでにきちんと手を打つべきじゃないかと。 とかきちんとやりますという答弁でしたが、どう改善されたんでしょう。鳥居局長、えー、公園事業施設の新たな配慮化を防止するためには、公園事業者の経営状態を把握し、経営が立ち行かなくなる前に、改善や事業終了の指導を実施することが有効であると考えております。 宿舎事業業者ののの実態の把握を努めていいるところでございます今後特に施設規模の大きい公園事業者を中心に経営状態や施設の状況を確認した上で経営面に関しては中小企業庁等の中小企業再生支援協議会といった既存の仕組みと連携いたしまして公園事業者の事業再生円滑な事業終了の 支援等を検討していきたいと考えております一田君あの。中間市の答申ではです、ね、ホテル等の廃屋の撤去費用は1棟、1棟ですね、数億円にも上り、廃屋化を防止する対策は急務なが現状では、公園事業機構後の経営状況等の実態把握ができておらず、事業の改善や集団施設地区の再生に向けた適切な指導等を行うことが困難となっている ここ月1日のの中間審の答申ですねで今、中小企業庁等の既存の仕組みとの適切な連携体制を構築してうんぬんと言われましたけれどもこれはあの単なる経営法律相談だけではなくて資金的な支援も含まれるんですかこの中小企業庁等との従来の仕組みとの適切な連携体制とって後援事業者の事業再生円滑,な円滑な事業終了の支援 これ、検討する必要があると言われていますが、これは資金的な支援は含まれるんですか。長これはいろいろなケースが考えられると思いますけれども、例えば、経営を改善するために新会社を設立するような場合ですけれども、そういうときにですね、な何らかの借入金等についての制度も、この、 基本的にはあの、えー、助言でございますけれども、そういうものがですね、考えられるかと思いますし、この中小企業庁以外にも、ですね、レビックと申しまして、えー、株式会社の地方創生のですね、えー、よいしょ。 株式会社地域経済活性化支援機構という、通称レビックというのがございますけれども、こういう仕組みも使いながら、その宿舎事業事業者の経営を支援していきたいと思っております市田君。あの経営や法律相談だけじゃなくてですね、こう経営が継続できるような支援が必要だということを述べておきたいと思います。で次にににに冒頭に確認し確認しましたようにコロナ危機に伴って インバウンドの利用がなくなり、国立公園の利用が大変激減してあると、そのために、公園事業者などの経営状態、深刻な状態になっています。当申では、宿舎事業の在り方として、既存エリア施設の再生、上質化、あるいは廃屋の撤去や民間への一部貸し付けにより、付加価値の高い地域環境観光産業を活性化する、でこれが必要だとしていますが、 しかし、コロナ危機の中で、自然公園の在り方について、私は一度立ち止まって考えて、インバウンド頼みではなくて、国内利用を重視した展開を図る必要があるというふうに思いますが、これは小泉大臣、いかがですか。小泉環境大臣あの私ももそのの思いは同感ででですままず国国内でまた地域の中でも意外にに身近な立公園に 行ったことがないとか、こんないいところあったんだと、こういった事例もありますので、この機会に再発見していただきたいというふうに思います。そして今、環境省、ワーケーションの支援などもやっておりますが、このワーケーションの認知度、取り組み、ものすごい勢いで今、加速をしています。このワーケーションに関しては、一時補正予算で地域の事業者からの応募を受けて、271件採択をしましたが、 国民の認知度も高まって、ある民間企業の調査では、30代から50代の就業者のワーケーションの認知度は70%という結果も出ています。また、地域の期待も大きくて、ワーケーション自治体協議会、この会員数が、令和元年11月の発足当初、65団体から3月18日現在で175団体まで急増したということを聞いています。さらににに今国会に提出してていいる自然公園法の改正案においても 先ほど先生が廃屋の話ありましたが、この廃屋撤去など、この改善に資するような支援のスキームも今回入れてありますので、このソフト面とハード面、合わせて支援をしつつ、このインバウンドがなかなか見込めない中で、むしろ国内の皆さんにより愛される国立公園を作っていきたいと考えています一田君、まああの。大臣も国内利用の重視ということを言われましたが、あの2月、 今年の2月1日付の答申を読みますとね、外国人観光客の増加を見据えという文言が、私が数えただけでも4回か5回出てくるであの、自然公園等小委員会の議論の中では、インバウンドを前提とした議論について大変厳しい意見が出されているんです。例えば吉田委員は、おそらく来年になってもそれほど急には海外の方は戻ってこないので、 われわれは一度立ち止まって次の世代につなげる国立公園のより良い利用管理のあり方を少し考えるべき時だと、あるいは新見という委員は、インバウンドがもっと発展するだろうという予想で議論をしたと思うが、しばらくかここ2、3年の間はそういう状況にはないと、ですからこの議論を進める上ではしばらくインバウンドは先に伸ばしておくほう方がいいと、まあ、こういう厳しい 意見ままで出されてますでところが昨年11月の小委員会では環境省の鳥居自然観光局長が挨拶の中でこうおっしゃってるんですね去年の8月に比べればかなり利用者ももちろんインバウンドではございませんけれども国内の利用も徐々に回復してきているという状況にあると非常に甘いというか楽観的な認識に立っていらっしゃいますでこれまでも インバウンドを前提とした満喫プログラムによる上質化事業のさらなる展開では、分譲型ホテルの規制緩和が行われました、これまでは国立公園の中には、分譲型ホテルの建設地は認められてこなかったと、それは国立公園利用に対する公平な利用機会が提供できないということで、これまで認められてこなかったんですが、 えー、2019年の9月この規制緩和が行われて、えー、去年の3月9日認可をされた伊勢志摩国立公園特別地域内にアマネムという分譲型ホテルが建てられましたこれはアマンという外国系企業と三菱不動産株式会社の共同で建設されたものでありますこれ分譲ですからこれは国民の自然環境景観を 特定の個人事業者にい、まあ、わば切り売りするもの、まあ、以前のリゾート法による規制緩和に類似するもので、公園事業としてのい、まあ、わば公益性というか、公平性という点で大変問題だと思うんですが、大臣、いかがですか。小泉環境大臣。え先生、ご指摘のとおり、2019年9月に自然公園法施行規則を改正して、それまで国立公園事業として認可の対象とはなっていなかった。 分譲型ホテルおよび企業・保養所について、一定の要件を満たした場合には認可できることとしましたが、公益性、公平性は担保されていると認識をしています。これは近年の分譲型ホテルへのニーズの高まりなどを踏まえて、国立公園内における利用の質の向上のため、上質な宿泊体験の提供や、にぎわいが失われている地域の再活性化などを期待して行ったものであります。このため 旧廃業施設が目立つエリアの再活性化や上質化に資すると判断されること、または、えー、風知、景観の保護上、支障をきたしている廃屋や老朽化施設の建て替え等により実施されること、こういったことを条件として求めていますので、国立公園として必要性の高い事業に限定をしています。または具体的な審査基準として、特定のものが独占的に利用する客室を設けないこと、 そして、公演施設の年間延べ宿泊可能客室数のうち、7割以上について一般の利用者であること、一般の利用者の宿泊の機会が確保されていること、これを条件としていますので、先生ご懸念の特定の個人や団体が独占をする、こういったものは認めておりません。そして、アマネムの話もありましたが、こういった業界の要望を受けたため、こういったことになったということではないことははっきり申し上げておきます。 申請があり、具体的に基準を満たしたものが、現時点ではあまでも一件であると、そういったことに過ぎないと思いますが、事業の公,公益性、公平性を担保しつつ、地域の活性化などを図っていきたいと思います市田君。今大臣、その公平性は保たれていると、7割は一般の人がうんんと言われましたが、ただ3割は、私、これね、一般の土地にこう富裕層向けの 分譲ホテルを作るのはこれ自由だと思うんですよしかし国立公園の中にわざわざこれまで認めてこなかった分譲ホテルを認めるで、たとえ3割であってもねやっぱりこういう特別な特権を与えるわけですよ環境省が出している通知の中に分譲ホテルとはという定義があるんですねこう読みますとねこう書いてあるんですよ区分所有者には利用上の優遇措置が設けられると優遇措置が設けられると明記されてるんです。 それで、優遇措置が認められないようなものは、すなわち区分,区分所有者、または会員等に対する利用上の優遇措置が認められないようなものは、分譲型ホテルとは見なされないと、すなわち分譲型ホテルというのは優先的な、特定の人に優先的な権利を与えると、これはそうなるから、これまではだめだと言われてきたこのものを、 認めると、まあ、大臣、公平性が認められているとおっしゃったけども、全く公平性がね、認められていないわけで、こういうやり方、しかも上質か上質か、今、そういうね、富裕層を対象にして物事を考えるんじゃなくて、こんな時期にはもっと、まあ、いわゆる庶民が気楽に利用できて、環境にやっぱり配慮した、そういう,こうリカバリーが非常にまあ大事じゃないかと、まあ、今こそ気候危機とコロナ危機を両立した取り組みというんなら、 グリーンリカバリーの立場に立って、富裕層頼みとか、インバウンド代理にならない方向にやっぱり転換するべきだということを指摘して、時間が来たので終わります。うん